平家物語より湯屋。湯屋は女性の名前です。遠江の国池田の宿に湯屋という遊女がいました。とても姿よし、舞の名手でもあり、当時飛ぶ鳥を落とす勢いの平家の一門、平家の宗盛という人に見初められました。そして共に都に上がりました。そこで楽しい時間、濃密な時間を過ごしていました。清水の花火に行こうという話が出ました。その折に湯屋のふるさとから母親が具合が悪いという知らせが来ました。湯屋はお花見どころではない気持ちでした。そして宗盛に宿下がりを申し出ましたが、許しを請うことはできませんでした。そして桜の満開の清水に花見に参りました。桜の花びらはひらりひらりと舞い落ちる、とても風情のある。その折に湯屋は自分の気持ちをこの歌に託しました。都の春もとても素晴らしい、でもふるさとの春もなかなか捨てがたい、そういう気持ちを歌に表しますと、宗盛はその心根にほだされて宿下がりを許しました。どうしよう、母親を取るべきか、愛する宗盛さんを取るべきか、その気持ちの狭間でとても揺れ動き、それがいかにせんという言葉に現れて歌を詠まれました。Thank you.
します。